はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこの献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなので、ぜひよろしくお願いします。はい、僕の口の中はまだまだ粘膜障害で起こされ続けております。特に口の中の奥の喉の症状がひどいです。食事をするときに飲み込む際にはね、激痛が走ります。ひどいときには時間差で飲み込んだ後に全身がブルブルっと震えます。しかし最近、その痛みを回避できる方法があったんです。それは昨日の夕飯でハンバーグを食べたときに発覚しました。焼きたてのハンバーグは温度が熱すぎて、ただでさえ猫舌の僕はさらに口の中は粘膜障害で食べれないので、いつも少し冷ましてからいただくことにしてました。しかし昨日は、あ、冷まさなあかんわと思って待ってたんですけども、その待ち時間の間にね、僕がハンバーグにマヨネーズをかけておきました。そして何を思ったのか、熱いハンバーグを冷ます時間のことをすっかり忘れてしまってまして、そのマヨネーズをかけて、マヨネーズの蓋を閉めて、冷蔵庫にしまってっていう、そのリズムでハンバーグをお箸でつまんで、何も考えずにパクリと口に入れました。そしたらね、熱っと最初は思ったんですけど、冷蔵庫で冷やされたマヨネーズの温度でそこまで熱くなかったと一瞬で判断した僕は、まるでカーリング女子のようにもぐもぐタイムに突入しました。そしてごくりと飲み込むと、なんということでしょう、あんなに口果ててボロボロで引っかかっていた喉越しが、小さなお子様でも乗れるジェットコースターのように優しく滑り落ちていきました。痛くなかったんです。イエーイ。まあそりゃ多少の違和感はまだありますけど、激痛ではありませんでした。ご飯ね、お米もそうでした。その勢いでご飯もこう温かいまま食べてみたけどね、同じように痛さは増しでした。嬉しかった、大発見でしたね。まあ熱いままやったら食べられへんし、冷めたら固くなって食べられへんし、難しいとこなんですけどね。まあでもこれからもっとその辺を見極めて食事を楽しんでいきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。